はいどうも、ムーチョでございます。今日の学びはですね、うちの塾の、通称高右衛門に、高校生向けに、世界史 B の勉強法を教えてもらおうかと思っております。では高右衛門よろしく。どうもこんにちは、通称高右衛門です。今日は高校生の、世界史 B のこう勉強の仕方ということで、まあちょっと教えさせていただきます。ちょっと緊張してます。だいぶしてますこれ言ってたわ、リラックスが。で、高校生の世界史なんですが、もう覚える量がとにかく多いんですよ。なので中学生の歴史と思ってると本当痛い目を見てしまうので、こう結構勉強法っていうものも気をつけなきゃいけないので、それをちょっと今日教えたいかなと思っております。で、まあ世界史なんですが、世界史といえども歴史なので、中学生と同じところは結構ありまして、何が同じかと言いますと、まあ、つまり、どこがテストに出るか、これが分かってないとどうにも勉強ができないということなんですね。で、じゃあ、どこがテストに出るか、何を覚えればいいかを知るためにはどうすればいいかと言いますと、この山川のですが、まあ、山川じゃなくても別にいいんですけど、一問一答というふうなものが非常に何を覚えればいいかということに対しては役に立ちます。中身なんですが、ちょっと見にくい、見えないかもしれないですが、まあこういうふうに軽く問題があって、その横に答えが書いてあるというふうな形式になっておりまして、とにかくここに出ている、用語、これを、覚えることができれば、ほぼここがテストに出るので、まあ第一段階はクリアできたと見ていいです。で、とはいえ今第一段階といったように、用語を覚えるだけだとどうしてもその流れとかがつかめてないと問題によっては解けないので、流れを今度つかまなくてはいけないです。ではどうやったら流れがつかめるかといいますと、また、山川なんですが、この山川の、世界史研究ノートというものが非常に流れをつかむのに、分かりやすくて、その上、例えば、そうですね、まあその説明が終わった後なんですが、ちょっと見えないかな、まあ整理というふうに書いてあるところが、あるんですが、ここなんですが、ちょっと見えないですね。はい、まあとにかく整理というところで、流れのきちっとしたまとめがこれでなされていて、そこをとにかく集中的に繰り返すことで流れはよく本当に使います。いや、まあちょっと大きいんですけど、本当にこれはいいやつなんで、ぜひとも使っていただきたいかなと思っております。で、まあ言いますと、この一問一答で覚えるべき用語を覚え、こちらの研究ノートで流れをつかむというのが、基本で、これさえできればほとんど世界史というのは怖いものはないです。で、その上でのプラスアルファをしたいと思うんであれば、3冊目になって、これはまた山川なのですが、世界史 B 用語集というものが非常にオーソドックスなんですが、役に立ちます。どう役に立つかといいますと、世界史一問一答の方と世界史研究ノートでは、実はこう それほどマニアックなものって出てこなかったりするので、時々こう重箱の隅をつくような変な問題が出たときに対応しきれないときがあるんですね。それにどう対応していくかというと、この世界史 B 用語集、まあこういうふうに項目があって、それに対する説明が載ってるやつなんですが、これが非常に細かいところへの網羅されていて役に立ちます。なのでまあこの3冊を使うと本当にまあうまく、しっかり勉強できると私は思っております。で、まあとはいえ3冊も持つっていうのは結構お金もかかってしまうので、その点実はこの用語集、一問一答というものはなくても実はよくて、この用語集の項目のところを自分でコピーしてこう見えないようにしてしまうとか、あるいはもう自分で手で隠してしまって、自分でこの一問一答をこの用語集から作れたりもするので、まあ
こうお金が厳しいとかっていう場合はこの2冊だけで十分だと思います。以上、はい、じゃあ以上の勉強法で、まあ、定期テストはもちろん、大学入試の方も大丈夫ということですね、まあセンター試験ぐらいだったらこれで十分ですね。でそれ以上になってくるとまあそこはそこの大学の学問の研究とかはしなきゃいけなくなってしまいますが、本当に今言ったところだけでセンターを含めた基本的なところは出来上がると思うので、うん、ここは強く押せますね。はい、わかりました。じゃあ、ぜひ参考にしていただけるとありがたいですね。はい、なんか質問とかあったら答えてくれるんですよね。はい、高井門先生がお待ちしております。教えて高井門ということで。はい、わかりました。というわけで、世界史の勉強法でした。